スクバーのフルツレンパス。なで対して、レイオートが三重の鈴鹿と同じ。次の相手は、城島投手やという、青い S2000。けど、S2000 どこでも見えな。B クラスクープだけだ。え？あの女、目があった。知るかもしれん。ね、あなたも練習に来たのかな。それなら私と一緒に走らない？すごい走り屋がいるって聞いてきたんだけど、会えなかったみたいなの。やるからには遠慮しないよ。ちゃんと私の FD についてきてよね。それじゃ行くよ。細かいことは考えないで、とにかく走る。成功ならこの差をもっと広げるべきね。おお、いいチェリー、本気ですか？女の走り屋でもテクニックのあるとか見せないとね。やつと FD が上手。しかし様子が変だ。絶対に負けたくない。どんな奴が私の相手でも。この動き、シングルタービン、かっこいい。私の FD やるわね。でも勝負はこれからだよ。やるじゃないか。いいペースだ。諦めずについていければ必ずチャンスは来る。早い。いけない。少しライン外した。バトルに集中しなきゃ。チャンス。ふん、シングルターボはこの状況でよく似合ってる。やつの FD がよくできたな。そして楽しいパワーを作る。もう耐えられない。調子は悪くない。これなら抜かれた。まさか彼女はプレッシャーかけて。うまい。諦められない。何が何でも。まだ終われない。ゴールが近い。タイヤの食いつけが悪くなってきた気がするな。早く勝負をかけないと。すごい。全く無駄な動きがない。何もかもレベルが違う。もしかして私が探してた走り屋ってあなたのことだったのね。もうそれなら先に行ってくれればいいのに。ありがとう。今日は楽しかったよ。これからも頑張ってね。忘れる前に、城島投手屋と何乗る男が知るか。はい、そうです。紹介させていいのか。俺は大輝、秋山大輝。何なの、こ
じ、ビビーって稲妻に打たれたみたいな気分。よりか、もう思わなかった。間違いなく強敵だ。勝ってば、なぜのメッセンジャーの目的がエンドゲームを知るか。ほう、君が噂のドライバーか。もう年なんだから無理するなよ、ジョーちゃん。いやいや、この楽しい時間を持つことが若さと健康を保つ秘訣さ。城島俊也だ。ベストを尽くして相手をさせてもらう。さて、どこで勝負に出るとするかな。まずは後追いからスタートしておく。サーブを行うとして、それはチームだ。もう決着のまだ早い。俺のペースは集中してる。面白くなってきた。あまり大人を慌てさせるものじゃないよ。一番のスピードと集中力は俺の想定を超えた。今ならタイヤの差を利用して進まず。なかなか見事探しだな。ぶっ飛ばされたことで褒めてやる。早いな。ナビの走り屋のレベルではない。おっさん、元が速体がハイウェイ統計がずるいぞ。連続 S 字の8つ目から9つ目、微妙にリスクは変わるポイントがある。さらにその一つ手前、そこだ。手強い。これだけ後ろからプレッシャーをかけても乱れない。俺は出口で遅すぎた。奴が近づいてく。このコースで俺が苦戦するなんてな。体力的な余裕はもうないからな。これで肩をつかさせてもらう。次のコーナーあたりで終わらせる。次のコーナー、ミスを取る。あれほど鋭いカッティングで飛び込んでくるとは、神がかりのドライビングだぜ。ガードアーム、君は本当強い。でも俺の勝ちだ。ベストライドを保てなくなってきてる。想像以上にタイヤの消耗が激しい。知られねえよ、ジョーちゃんが負けるなって。いや、面目ない。最後はきっちりと勝たせてもらう予定だったんだ。君には心底慌てさせられたよ。ここ一番のスピードと集中力は俺の想定を超えたレベルだった。敵ながらあっぱれと言うしかない。